専属流れ専属流れは、東京都大田区にある水路である。専属用水、池上用水とも呼ばれる。全長1 5キロメートルほどの単流で、専属池を支点として、東行きがやと上池台の境界に沿って流下し、中池上でドン川に注ぐ。専属池を水源とするドン川の支流で、かつては農業用水として利用されたが、現在周囲は、 閑静な住宅街で遊歩道が整備され住民の憩いの場として親しまれている。池からポンプで汲み上げた水は中原回道東急池上線専属池駅を潜り、専属池員付近で解挙となる。道路に沿ってしばらく解挙が続き、東行きがや五丁目交差点手前で再び暗渠となる。道交差点で二股に分かれた後、それぞれ JR の線路を潜り、 一方は、本村橋田元、他方は、第五倉庫秋出丼側に合流する。かつては、専属小池からの流れが、小池橋付近で合流していた。祖井流の江原病院か、蝉山橋橋、地節橋本、千原橋にも遊水がある。水路には遊歩道が整備され、鯉などの魚や水生生物が生息し、カルガモ、カワセミなどの姿も見られる。 せせらぎ沿いに桜が植えられていて、花見の時期には人手が多い。途中に大田区立専属流れ、東行き児童公園が併設されている。東京都の代表的な遊水。ありがとうございます。